口出せよそら。飯食わねえとダメなんやけど口隠せると。飯食わねえとダメなんやけど口隠せると。目はゴーグルつけてるちゃんと。で、ちょっともうこの30分の枠の間で料理作って、で2時か2時半から試食会をピンク着てきたよこの前。ピンクがあーだこうだ言われたからピンク着てきたわ。この30分の間に料理作んねえとダメだからちょっと急ぎ目で行くわ。これです、デスソースこれですを借りてきました。あ、羽打ってるか。を借りてきました。待てよ、これデスソース借りてきましたよ。これどんぐらいさ入れればいいの。そのチャーハン作ろうと思って今から。どれぐらい入れるの。いや全部はちょっと借り物だからな、さすがに一滴三滴ぐらい。一応さスプーンを用意したんやけど、まあ、スプーンで測るか。一滴っつってもさこれなんかわかんねんやな。ちょっとスプーンで測るか。じゃあちょっと時間ねえから2分ぐらい経ってるでしょ。チャーハンを作っていくわ。ちょっと待ってね。こんなもんかな。よし、これじゃチャット見えねえけど。卵を3つ使う。見えてんのこれ。まあ、見えてなくてもいいよ、別に作るとこなんてどうだっていいだろう。卵を3つと、ここにデスソースもうすでに混ぜようかなと思ってさ。デスソースをもうここに入れようと思います、今から。豆乳どんぐらい入れるべ。どんぐらい入れるべ、マジで。ちょ、めっちゃ声張っちゃう。俺普段こんなに張らないのにな。ちょ、スプーンに出すよ。うわ、超ドロッとしてる。こんぐらいでいいか。様子見様子見でいくか。これちょっと待って、俺が画面見えねえか。どこが映ってるかわかんねえ。これか、これだ。こうだ。こうや。どうや。これでいこうか、じゃあ。で、これ投入します。よし。入れんべ。よし。うわ。すげえ匂い。うーわ、すげえ匂い。匂いをお伝えできねえのはやべえな。匂う、これすでに。これすでに匂うぞ。じゃあ、パラパラチャーハンの作り方講座でも、開きますか。これに、ご飯を、このボウルの中にも投入しちゃいます。ちょっと待っててね。このボウルタンの中に今からもうご飯入れちゃいます。ご飯はあらかじめもう切って混ぜてあるから。よし、オッケー。じゃ、ご飯。これどうなの？多いの？デスチャーハン、デスチャーハン。
多いのかな。でも見た目的にはそんな、やべえ、唾出た。やべえ、唾出たよ、もうすでに。知らぬ間に辛さを味わってた俺、唾液が今落ちそうになった。やべえ。じゃあちょっと今からじゃあサクッと、とりあえずチャーハンと、あで、あらかじめ下準備しておいた鶏肉ね。俺いつもチャーハンかチキンライス作るときはもう鶏肉しか入れないんで、鶏肉です。これも入れる。てかさ、肉ってさ、牛肉派、豚肉派、あんたらかんたらって分かれるやん。ジンギスカンがいいだ、どうなこうだって。絶対鶏肉が一番うめえよな。どう思う？鶏肉が一番うまくね？ダントツで鶏肉がうめえ。これね、混ぜるのは、卵と絡ますことによって、なんつうの、卵が油吸うから、パラパラになりやすいんや。チャーハンの時は。チャーハン作るときご飯と卵絶対混ぜたから、混ぜてからやった方が油、卵が吸うからご飯がパラパラになる。あ、ミックスベジタブルとか使う人いるよな。あとね、ツナ缶入れるとかがいいよ、ツナ缶。ツナ缶入れるとか。チャットが見えねえ、かがまねえと。かゆい手が。油は少し多めに貼る。まあてか料理のシーンなんてどうなっていいだろう。デスソースをあーだこうだやから今日は。別に、先に作っといてもいいだろう。やべ、ゴーグルが緩いし、熱のせいで、あれだ、曇るこれ。安いゴーグルだからさ、熱のせいで曇っちゃうよ。ごま油あったっけな。ごま油あったらごま油入れてんだけどな。早いってか、いや、コメントどっちみち見えねえ。赤だどうだの問題じゃなくて、よーし、いい感じに。結構量多いな、こんなに。でも全然辛くなさそう。これ絶対辛くねえやろ。見て、多くね、これ辛くねえだろ多分。これじゃ辛くないんちゃん。もっと入れるか、これもうちょい入れるべきかな。どうする、あとちょっと入れるか。入れまーす、デスソース。よし、こんぐらい入れれば十分でしょ。
おー、うまそう。このパラパラさ、チャーハンほんまたまに作るといいよね。でもどうこれ、辛くなさそうでしょ。めっちゃ飛んだ。あ、やばい、匂いがやばい匂いやべえぞこれ。じゃあ完成。最後に醤油で香り付けして終わります。どうなんだろうな、チャーハン自体はすげえうまくできた。あ、でもいい匂いいい匂い、醤油の焦げる。これ量がちょっと多いな。できましたね、これ。俺もう一品さ、豚キムチ作ろうと思って、これ多いわ。めっちゃ多い、これ。タワーになった。これ見えてる？どうよ、これ。これめっちゃ多いわ。豚キムチいらねえな、作ろうと思ってたけど。これだけで十分やろ。結構うまそうじゃない？普通にうまそうやんな。じゃあちょっと、どうすっかな。俺さ、今キッチンやからさ、こっから自分の部屋まで何？パソコン移動させるためにLANケーブル一回抜かないとダメだから、放送、切らねえとダメだ。ダメだ、チャットが見えねえ、マジで。いや、ここでは食べたくないな。どっちみち2時から、あ、じゃあ2時から、ちょっとタバコ吸って45分まで、ちょ、これ部屋持ってくわ、先に。ここに置いとくのなんか嫌だし。45分ぐらいまでやって、で2時から枠取り直して、超かゆいんやって、足が超かゆい。ちょ、あれ辛いの？どうなの？デスソース入れすぎ？俺デスソース処女やからさ、どんぐらい入れればいいかわかんねえよな。俺でも辛いのだいぶいけるぞ俺。いや俺辛いの相当いける口やぞ多分。どうなの？地の可能性大。一応なんかさ、そのこれ借りた子にもさ、絶対一滴にしてくれって言われたんや。一滴でも相当やばいから、いや本当にもう入れるんなら一滴以上入れるとやべえっすよみたいな。でもさ、見た目も変わんないかわかんねえやん。うん。だからなんか甘いもん買っとけって言われたから、プリンだけ買っといた。なんかその子は、シュークリームに助けられたらしいから。ちょ、俺もシュークリーム買おうかなと思ったけど、売ってなかったから、プリン買っといた。うん。プリンで OK やろ。やばかったらマヨネーズ飲めば OK って。無理だろ、マヨネーズそんな好きじゃねえな俺。あれうめえぞ絶対に。
あ、だ、ちょっと待って、友人帰ってこねえかな、あいつ今日休みないな、ちょっとさ、チャーハン作りすぎたからお前食うみたいなんでさ、見た目変わんねえからさ、超は食わしてよ俺。俺さ、ちょっとさ、チャーハン作りすぎちゃってさ、ちょっと食えねえからさ、ちょっと残り食ってくれよ。今いねえんやな、あいつ休みやから多分遊びに行ってるな。めっちゃ帰ってきてほしい、いいタイミングで。先に胃に膜張っとけ。俺今日何も食ってねえぞ、言っとくけど。俺これ食うために今日何にも食ってないんやけど、ダメかな。なんか食ってから、食した方がいいのかな、あれ。今日何にも食べてない。これをやろうと思ってたから。で、デスソースを食った子がある子に、もう一人聞いたのよ。どうだったって言ったら、あれはやばすぎるって言って、胃がやられて吐いたって言ってた、その子は。胃が荒れちゃって、戻したらしい。うん、じゃあちょっとこれはそろそろ終わります。じゃあ部屋